はい、どうもこちら、ケンジです。 TNB の匠です。本日僕呼ばれましたと。さあ、ネットワークビジネスとマット風呂、こちらコラボでラフト、知ってますか？知ってます？はい、知ってますよ。めちゃめちゃ有名なね、あのライジン、最初 K1 っすよね。 K1 から多分ライジンの方に行って、今ライジンファイターね、やってるっていうね、スーパースターですよ。で、僕今回呼ばれたんですけど、僕何するんですか？僕も今突然いらっしゃったので案内しようかなと思ってるんですけど、正直俺腹パンされんじゃねえかって思ってたんですよね。あとじゃないですか、スニオジ TV パンダマンがボディーブローをやられるみたいな、俺それやらされるのかなみたいな企画で、何発耐えたらアパレルプレゼントみたいな企画でされるのかなみたいな、ちょっと恐怖に思ったんですけども、そういうわけではないと。そういうわけではないです。よかった、よかった。今回こちらね、コラボというわけで、こちらのポップアップやらせてもらってるらしいんですけど、いや、かっこいいっすね。かっこいいっすね。やっぱり男前っすよね。もう大盛況じゃないですか。大盛況です。ありがとうございます。これめちゃめちゃ売れてるんじゃないですか、これ ね、そうです。朝からこう並びが結構、なるほど、あの反響いただいて、こんだけ売れてればスニーカー買わせられんじゃね。やります。お家芸どうしよう。どっちかやりたいんですよ、はい、スニーカー買わせるか俺しばかれるか、どっちかやりたいんですよね。前者が一番自分いいかなって。前者ってどっちでしたっけ？スニーカー買おう、買う。あー、優しい。ビビった、前者だから。なんか、いやいや、めっちゃ腹パンされるのかと思った。いや、いける。肩パンだったら耐えられるかもしれない。あー、パンダマンいるじゃないですか、この前ちょっと話したんですよ、はい、普通に青くなったらしいです。あ、マジか。はい、そんなね、コウジ選手がね、こちらに今ポップアップみたいな感じでなんかやってるらしいんで、中身の方行ってみたいなと思います。これすごいよ、超人気だもん、ね、こうなりてぇ俺も。はい、大丈夫、行ってみましょう。じゃあ僕今日これ買うんですけど、はい、でこれから10月にシカゴ出るじゃないですか、はい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 、でシカゴとかにもめちゃくちゃ合うなと思って。確かに結構スニーカーと合うようになんかデザインされてますもんね。はいはいはい、なんでもう今日これ買って、で10月にシカゴゲットして、でこれ着ればもう完璧かな。完璧だ。大丈夫ですか、あのゲットできます？ゲットします。頑張ります。プレーで、はい、最悪プレーで、最悪プレーです。なるほど。え、今回はもうコウジ選手の大ファンって感じで来たんですか？たまたま通りがかって、はい、でちょっと見に行こうかなと思ったら、はい、なんかもうめちゃくちゃかっこいいじゃんってなって、はい、で今日見に来た。じゃあコウジ選手はどうでもいいと、よりかはコメントしづらいやんけ。でも僕今日ケンジさんに会えたのめちゃくちゃ嬉しいです。あ、僕も知ってたんですか？はい、あ、何で知ってたんですね。ちょうど並んでて、はい、あれと思って後ろ見たら、はい、いらっしゃったんで、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、あと写真撮ってもらっていいですか？この図完全格闘家なんですよ。ただただ、いや、もうぜひぜひ、うん、ありがとうございます。なんかインタビュー、ちょっと紹介したいんですけど。紹介、いい、ね、あ、紹介、はいはいはい、僕の友達が、はい、あの今日履いてるスニーカーあるんですけど、はい、あれ、なんか欠けてね。エラージョーダン。これ、あの、ね、DJ ケンモトナベっていう方が作ってる。めちゃくちゃかっこいい。ちょっとよく見せてもらっていいですか？え、すごくね。え、こう欠けてるね。え、しっかり欠けてるんじゃん。サイズはこれ28、え、しかもちゃんとシューガードもしっかり入ってる。ちゃんと入れました。崩したくないんで。じゃあ、ありがとうございます。お疲れ様です。本物を目の前にすると何も言えなくなりますね。いや、すごい体してますね。なんかされてるんですか？いや、特にしてないですよね。特にしてないですよ。首でもちょっとですよ。いや、もうこれね、テンプの才能というか、よく首太系 YouTuber みたいな感じ言われてるんですけど、はい、コメントきます。なんかコージ君のボディが欲しいって言ってますよ。おかしいですよ。でも今日グローブとかないから、多分入っちゃうんじゃない、ね、うん、本当にグローブしないとね、俺が壊れちゃうからね。全然壊れちゃう。めっちゃいい体してますね。コージ選手がいるから、はい、ちょっと来てよみたいな感じで来たんですけど、はい、本当に僕怖くて、はい、いきなりね、ボディーブロー何発耐えられたらなんかスニーカープレゼントみたいな記憶されるんじゃないかみたいな。あー、懐かしいな、なんかそれ。俺より全然強そうですね。いや、もっと強そうなんです、まずね。はい、はい、一番強そうです。3、2、1、うおー、すげえ。はい、というわけで、はい、コージ選手、はじめまして。いや、はじめまして。緊張しますね。緊張してたね。いや、嬉しい。はじめまして。はじめまして、匠です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回あの、はい、ちょっと質問いくつか用意してるんですけど、あ、マジですか、いいですか、いいですか、はい、お願いします。コウジさんの、はい、もうマットブローのブランドの紹介っていうのを今こちらでしていただきたいんですけど、はい、マットブローっていうのはコウジさんが何を目指して、いつどんな経緯で作ろうと思ったかっていうのを聞きたいんですけど、はい、いや何も目指してない、はい、モテるブランドですよね。モテるブランド、あとマットブローって意味は悪い兄弟みたいな意味なんですけど、でもそうじゃなくて、悪い時もいい時も悪い時もあるじゃないですか、はいはい、悪い時もみんな兄弟やよみたいなイメージで作りました。じゃあ僕からも質問があるんですけど、はい、最近なんかスニーカーめちゃめちゃハマってません？ああ、最近スニーカー好きになりました。で、提案なんですけど、はい、スニーカー買いに行きましょう。あ、行きたいです、行きたいです。本当ですか？結構僕 YouTube で高額なもの買わせるっていう、高額系買わせる系に行きます。大丈夫ですよ、金しかないんで。この間これ。おこれ1000万ぐらいで買ってきました。うわー、じゃあスニーカーも結構高いものは高いんで、700万とか全然あるんで。まあそれはちょっと高いな。いやでもさっき噂で聞いたんですけど、スニーカーで3000万でした。2000万3000万ですね。3000万のスニーカーとかあるとか言って、えげつないですね。いやもうこれモンリョウさんも結構な値段いっぱいで、まあやっぱ男コーチで同じ大阪ですから、ね、やっぱ超えてほしいですよね。いくら買ったんですか？いくらでしょ？100万円結構絞られると思いますね、それは。一足だったら300万もしたんですよね。そうさ、あれとか300万、まあそんなもまあいかなくていいで、ちょっとなんかお買い物動画みたいな、これ結構視聴者いや今の振りめっちゃね、なんか振りですね。いや別にね、買わなくてもいいですよ。いや男工事がね、やっぱ視聴者みんな見たいじゃないですか。わかりました、わかりました、行きましょう。はい、行きましょう。じゃあもうこれコラボ決定という感じで、ありがとうございます。はい、おお、じゃあね、モンリョウさんと那須川天心くんね、超えてもらえるように頑張って。天心もやったんですか？天心くんはなんかめちゃめちゃ買ってますね。天心くんも普通にスニーカー好きなんで、めちゃめちゃ普通に買ってます。あね、やめてください、これ僕の動画で使えないじゃないですか。あいつね、無駄に強いですからね。あれはほんま無駄に強い。今スニーカーと何足ぐらい持ってる？いや結構持ってますよ。それこそあの2号さんに協力していただいて、いっぱいプレゼントしてもらえるんで、もうバンバンですよ。もうなんかすごいスタンバイしてますけど、はい、ちょっと出てきてもらえます？はい。あのさ、いろいろあのさ、ケンちゃん言ってるんだけどさ、僕もまとめると、あの、たくみちゃんそこいるかと、あの、TNM のたくみちゃんとコウジ君とケンちゃんでウィーズよろしくみたいな感じなんで、次このコラボが終わったら14日にエディオンでコラボしますし、次マットブローの2周年8月の27日、28日、アトモス心斎橋でやります。これはすごいと思う。よろしくお願いします。我らの大阪で、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっとケンちゃん、巻きで終わるんで、これですいませんけども、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、いや初めてですわ。なんかありがとうございます。またお願いします。はい、え、でも本当に買わせます？何ですか？スニーカーも買わせます。あ、いいですよ、行きましょうよ。ケンちゃん、でも喧嘩売られちゃいますけど、大変だよ。はい、行きます。はい。でもあれです、俺全然詳しくないからちゃんと教えてほしいですね。あ、もう、はい、本当にお金持ってんだから。いや、行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、行ってきましたよ。いやね、やっぱりね、本物ですわ。緊張しましたね。あ、皆さんね、これ本当ピー入れるんですけど、はい、やろうとかね、まあ、いろんなアンチいますけども、はい、やっぱね、俺多分戦ったら負けるわ、うん、絶対勝てない。プロだもん、うん、本当に勝てないと思いましたわ。皆さんね、これ見てる人多いと思います。コウジさん、やりましょうね。絶対にスニーカー買う、やりましょう。もうなんならあれでもいいっすわ。パンダマンと僕で、僕がボディーブロー対決でパンダマンさんに負けたら僕が買ってあげるみたいなのもいいっすわ。本当に、うん、やっちゃうかも。 やりましょう。いや、やめよう。絶対やめよう。絶対やめよう。はい、で、というわけでですね、ザ・ネットワークビジネスとマットブローコラボしてるのでね、ぜひ、あの、着心地も結構いいです。値段もリーズナブルです。ぜひ皆さん買ってみてください。という感じで、ね、今回動画を終えたいと思います。この動画がいいなと思っている参考になったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。こんな感じで終わります。チャンネル、バイバイ。